今日はミクさんのお誕生日、祝24歳、おめでとう。そしてありがとう。10月12日を国民の祝日にすべきだと私は思います。てかもう祝日でいいです。今日は祝日です。伊藤美久の日です。いやありがたいけどね。でももういくらなんでも祝日は荷が重いです。皆さんが祝日にしよう今日は。いや言ってくれるのは嬉しいんだけどね、うん、休めないのよ。祝日がめでたい日ではあるんだけど休めないの。めでたい日はもう制定します。ダメです。ちゃんと働きます。私にはその能力があります。すごいです。知らなかったです。祝日を作れる能力を持っています。絶対にありません。やります。絶対に無理です。じゃあミーティング始めます。ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの豊田萌です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間ビルの屋上という夜空の下で二人っきりの秘密の会議をお届けしていきます。はいはい。さてこの番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、月曜日はこちら、ミクの誕生日。うわ嬉しいね。毎週月曜日はミクの誕生日です。違います。それは違います。違います。毎週来てたらもうすぐ年取っちゃうから。はい、ちょっと私たちそれぞれの近況を中心にいろいろとトークをしているんですが、今回は特別編。いつもの誕生日ケーキを用意してもらったので、それを食べながらミクさん宛てに届いたメールを紹介していきます、はい、ちょっともうオープニングからずっと目の前にあったんですけど、サプライズ登場とかないんで、はい、ないので、いつものケーキなんで私が開けさせていただきます。どうぞどうぞ。いいですか、いきます。今回はどんなのかな。じゃん。なんかえちょっと見えます、ちょっと立っていい。じゃん。キモいキモい。見えますか？ヘアドネーション。私のヘアドネーションする前に戻してくれてます。チョコで、チョコで髪を増やされてます。せっかく切った写真だったのに、チョコで髪を増やされたキモい写真のケーキになってる。そんなことある？そんなことある？戻された。ヘアドネーション前に7本ぐらいしか髪の毛ない、ね、束にした時の状態だね。状態に、そう切る前のその美容室の状態に戻されましたね。これはお祝いある。癖強すぎない？この後ヘアドネーションするんでしょうね。切ってね。味はもう美味しいから、そこのまあ、そうですね、味もう全部わかるもん。味そう、チョコ美味しいからちょっと食べちゃおうかな。食べる前からわかる。じゃあちょっと食べててもらって、いいですか？その間にお料理を見ますね。ピクミンネーム秋葉原さんから、ミクさん、マイさん、こんばんは。こんばんは。10月12日は伊藤ミクさんの誕生日ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。ちゃんと番組でもお祝いしてますか？されてますよ。気持ち悪い気持ちで。自分の予想では圧倒的彼女の萌さんの写真がプリントされたケーキが用意されているんじゃないか。ちょっともうちょっと上を行ってね。だいぶ斜め上を行ってましたね。今回これ当てられた人いた？ほら昔無邪気ケーキありましたよね。無邪気。5時。無邪気ケーキ、ね、秋葉原さんの5時。点々が抜けちゃった。無邪気ケーキね。24歳のミクさんはどんな女性になりたいですか？何か目標とかありますか？プライベートでもお仕事でもいいのでお話聞かせてください。ありがとうございます。いただきます。じゃあもうちょっと続けて読んじゃおうかな。うん、ありがとう。ピクミネマルルンさんからもいただいてます。ミクもひこまは。ミクの誕生日おめでとうございます。美味しい。年を重ねるごとにどんどん素敵な女性になっていく。ミクから目が離せません。ミクのことが大好きです。24歳素敵な1年になりますように。これからもずっとずっと応援しています。23歳は落ち着きがあって生活に余裕のある女性を目指して頑張りますと1年前のブログで言っていましたが、達成できましたか、はい、そして24歳の目標があれば教えてください。みんなやっぱ目標とかいろいろ聞きたいみたいよ。24歳の目標、そっか、うん、そんなこと言ってましたね。23歳の時ね。23歳、落ち着きのある女性になりたいと。慣れたのかな。慣れてる気があんまりしなかったな。うん、でも基本的によく考えたら、
そんなにわちゃわちゃする方ではなかった。そう、元々もそうなんだよね。もともとどっちかっていうと落ち着いてるんだよね。方だったから、この目標を立てた時の私が間違ってたんだから、うん。そうだよね。だって通信簿に落ち着きがないって書かれたことないでしょ。ない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 。もう落ち着きだけはずっと丸でした。毎回書かれてたよ、私。確実に確実に先生の右下のとこに書いてあった。そうだね。でも植物や動物に愛を持って接しられるに丸ついてる。みんなに丸ついてるやつ。全員に丸がつくやつね。あそこね。全員に丸つくやつだから。落ち着きがないでしょうって書かれてたけど、どうですか？24歳の目標ですよね。そうだなぁ。あんまり考えてなかったまだ。けど。うん。じゃあ今作ろう。今作るね。うんな、でも。じゃあ私が作るね。なんで作ってくれんの？まあ、じゃあ作ってみてよ。作ってみてもいい？一旦作ってみてよ。一旦作ってもいい？うん。冷蔵庫の残り物で3品作れる女になる。うん、お、すごいやん。具体的。なんで？レシピを見ずに。料理できないから？そう。失礼なやつだ。そう、流血してるから。野菜切って流血しちゃってるから。お仕事とかの目標はもうミクさん自身作ってもらって、プライベートの目標は私が作る。意味が分かんない。結果やっぱ聞いたけど意味分かんなかった。3品を作れるようになる、レシピを見ずに。そうですね。まあそうだな、残り物で。そうだね、女子力は上げたいですね、確かに、うん、去年より、うん、23歳の時より、うん、上げたいなと思います。仕事はそうですね、なんだろうな、まあ私らしく焦ることなく。もうちょ、全然語れてなかったわ。興味なかったって。あんまり興味なかった。興味なかったって。嘘でしょ。もうちょっと語れたけど。でもみんなからお祝いの言葉いただいてます。ありがとうございます。本当に頑張ります。24歳も。はい、というわけで今日はこれで終了。ミキさん、本当にお誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。さらっと終わらせたの。さらっと終わらせた。ではここで一曲おかけしましょう。伊藤美久で、孤高の光、ロンリーダーク。ミクジスの夜空の下でミーティング。の夜空の下でミーティング、そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net pixis_rf@joqr.net pixis の綴りは pyxis です。はい、ということで第321回の放送いかがでしたでしょうか。いや、お祝い、誕生日当日、いや本当にお祝いしていただけて嬉しいです。よかったよ。それお店の人じゃなくてスタッフさんが後から付け足したんだね。髪の毛ね。お店の人がやったらもっとうまく描けるはずだよね。センスどうなってんのよ。めちゃめちゃ雑。ちょっとモコってしてるんですよ、こんなんか。そうだよね、ストレートで描けばよかったもの。描けばいいもん。なんか何周かしてるからさ。そうそう、難しかったんだね。いや、愛を感じます。愛であれ。いや、愛だよ、これは愛だよ、愛であれ。愛しかないんだから。組スタッフは愛しかないんだから。ありがとう。はい、それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスのテヨタマエとピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。めでてー。